アダム・トロイダンは、アメリカ合衆国、テキサス州ヒューストン出身の元プロ野球選手。右ト左打。ニックネームは、ビグ・ダンキーとビガン。ビガンは、シカゴ・ホワイトソックスのブロードキャスターである、ケン・ハレルソンが名付けた。史上50人目となる通算400本塁打を達成した一方、歴代3位となる2379三振を記録。 2004年から3年連続でナショナルリーグ最多三振を期し、そのうち2004年の195三振は当時の MLB シーズン最多記録であった。2012年には歴代2位の222三振を記録し、2003年に史上最速の12年で到達している。高校時代は野球とアメリカンフットボールをプレイしていた。 野球とフットボールの両方で大学やプロから注目される存在となり、特にフットボールではクォーターバックとして活躍し、3年間で4792ヤードのパスを通し、44TD パスを記録した。高校生全体の中でもマイケル・ビック、マット・ホリデーらと共に7日寄った QB であった。野球では1998年のドラフト2巡目で、 レッツから指名され、またフットボールでは、カレッジフットボールの強豪テキサス大学、オースティン校から小学生のオファーを受けた。そこでこの年は、まず野球のマイナーリーグで7月末までプレーし、その後8月からは、カレッジフットボールへ合流。しかし、翌1999年春、テキサス大学はダンより1学年下で前年に、 USA Today 最優秀オフェンス選手に選ばれていた新人 QB、クリス・シムズを先発 QB として起用し、ダンをタイトエンドにコンバートしようとしたため、ダンはフットボールを諦め、野球に専念することを発表した。2001年にマイナー AA 級、トリプル A 級でシーズン途中まで計9 4試合に出場した率334.32本塁打を記録。 7月8日に政府コフィールドで行われたマイナーリーグのオールスターフューチャーズゲームでは2階席にあるレストランを直撃する大本塁打を放った。前年にこの球場でそこまで打球を飛ばした選手はいない。この活躍を受け7月半ばにメジャーに昇格する。7月20日のマーリンズ戦でメジャーデビュー。8月には12本塁打を放ち。 ナショナルリーグの月間本塁打新人記録を樹立した。66試合の出場で74個の三振を記録してしまうが、この年は打率262、19本塁打を記録し、シーズン終了後の新人王投票では4位に入った。マーク・マグワイアは、うちのアルバートとアダムは特別な若者なのだ。彼らのパワーは、そこ知れないものがあると語っている。 2002年は158試合で、本類打26打点71打率、249、自己最多の19盗塁を記録。しかし、173進を喫し,し2002年6月16日から6月24日には、メジャー歴代2位タイ記録の7試合連続マルチ、3進を記録してしまった。2003年は故障で8月15日にシーズンを終えてしまい、 116試合で27本塁打五57、打点8盗塁、打率、215、126三振を記録した。2004年は復活し、自己最多の161試合に出場し、自己最多の46本塁打、自身初の100打点超えとなる102打点、6盗塁、打率、266を記録した。しかし、シーズン終盤に、 エイドリアンベルトレが本塁打を量産したため、タイトル獲得には至らなかった。その一方でこの年記録した195三振は、1970年のボビー・ボンズを抜く、当時のメジャー新記録で、ボンズの記録を一つ超えたと胸を張っていた。その他、100得点100打点、100支球の同時達成や、義比なしで100打点なども記録している。2004年8月10日には、グレート、 アメリカンボールパークの最長不当記録となる532フィートの本塁打を放っており、これはフアンフランシスコが2011年9月12日に記録した第2位の502フィートに大きな差をつけている。しかし、最多三振記録の他にシーズン三振試合数122試合と1試合で2個以上三振を記録した試合数、つまり マルチ三振試合数62試合という2つの当時のメジャーワースト記録を作ってしまい三振絡みの新記録が3つも生まれたシーズンになった2005年も160試合に出場し40本塁打101打点を記録した三振は168で前年から27個減らしたが2年連続リーグ最多であった2006年シーズンからは 外野守備の悪さから一塁一種にコンバートしてプレーする予定だったが、ウィリー・モーペーニャが開幕直前にトレードで移籍し、左翼手としてプレーすることになった。この年、出塁率が370を下回り、100得点100打点も達成できないなど成績を落とし、160試合で打率234、40本塁打92打点7盗塁。 三振も194個と当時の歴代ワースト2位の数を記録して3年連続の最多三振を記録してしまった。またシーズン三振試合数123試合を記録し自らのメジャー記録を塗り替えてしまった。レッツ時代の打2007年152試合で40本塁打106打点9盗塁打率264で4年連続の40本塁打を 達成するとともに、2年ぶりに100得点100打点、100死球も記録するなど、復活のシーズンとなる。さらに、シーズン後半に三振を減らし、打者としての評価を上げた。シーズン終了後の10月31日、レッツは1300万ドルの契約オプションを行使し、2008年も、ダンはレッツでプレーすることになった。契約には6月15日までトレードできない情報を、 盛り込まれているが、2008年のシーズン終了後に FA となるため、チームの成績次第では、シーズン途中での他球団へのトレードの可能性も残されていた。レッツは、エディンソン・ボルケスラ若手の活躍もあったものの、7月終了時点で51勝58敗と、低迷。そのため7月31日には、年俸828万2695ドルの、 ケングリフィージュニアをホワイトソックスへ放出。さらにチーム1の高級取りであるダンの放出へも動き出した。そこへアリゾナダイヤモンドバックスが興味を示す。ダイヤモンドバックスは得点力を強化するため、マーク・テシェイラーの獲得を目指すも失敗していた。両球団の交渉の末、ダンが3選手とのトレードでダイヤモンドバックスへ移籍することが8月11日に決定した。 ダイヤモンドバックス時代のダンダイヤモンドバックスでダンは43試合に出場、本塁打は8本とペースがレッツ時代より鈍ったが移籍後の出塁率は移籍前より4分2輪上昇して415を記録している。ただダイヤモンドバックスはダン加入後も22勝22敗と勝ち星を伸ばすことができず2年連続のポストシーズン進出を逃すことになった。 自身の2008年シーズン全体では5年連続40本塁打を達成。さらにリーグトップの122個の死球を記録した。また2004年に記録した自らの三振記録を更新したライアン・ハワードの持つメジャーリーグシーズン最多三振記録をチームメイトになったマーク・レイノルズが目の前で更新している。保守にタックルする。 段2009年2月11日に2年総額2000万ドルでワシントンナショナルズへ移籍。同年の第2回ワールドベースボールクラシックにはパワーのある打撃を評価されて候補に上がるも苦手である守備がポジションの兼ね合いなどもあって問題視されたため、初めは招集されなかったが、ブラッドホープの故障自体に伴いアメリカ合衆国代表に追加招集された。WBC 本戦では、 打撃好調で一次リーグのカナダ代表戦とベネズエラ代表戦の2試合連続で本塁打を放つ。また、ベネズエラ代表戦は15-6の対象であった。そして、WBC 通算では3本塁打を放って、打撃は期待通りの活躍をしてみせるが、問題視されていた守備では終盤に失策を連発するなど足を引っ張ってしまった。結局、 アメリカ合衆国代表は準決勝で4から9で日本代表に敗れベスト4という成績に終わっている。また、この WBC で記録した支球数9個と三振数10個は WBC 記録になっている。WBC が終わり、メジャーでのシーズンでは4番を務め、5月26日のメッツ戦で通算1000本安打を達成。7月4日のブレイブス戦では、 史上123人目となる通算300本塁打を達成。20代での達成は史上13人目となった。トレードデッドラインの7月31日を前に、ダンのトレードの噂に対し、マイクリゾー GM はトレードを否定し、ダンは結局トレードされずに残留。159試合で38本塁打105打点をマークして、打率は267。 連続シーズン40本塁打以上が5年で途切れたが、打率267は自己最高を記録した。超打率529、オプス928と40本塁打を放った、昨年より向上しており、支給数は116個で、経遠数は自己最多の16で、出塁率は398だった。だが、三振数は去年より増加してしまい、 177個を記録した。そして、メジャーデビューして、以来初めて盗塁が0個に終わっている。2010年、158試合で38本塁打103、打点、打率。260で2年連続の38本塁打、7年連続の38本塁打以上を記録し、3年連続の100打点。そして、2年連続の打率。260以上を記録する。 しかし、77個に支球が減り出る率は、356に低下した。さらに、自身初の2 0 3三には一つ足りずに済むも、当時の歴代はアースト4位となる199三審を記録してしまう。また、158試合中122試合で三審を記録している。ナショナルズ時代の段2010年シーズン終了後に FA となり、 シカゴホワイトソックスと4年5600万ドルで契約。狭い本拠地の球団に来たことと指名打者制により苦手の守備から解放されることで毎年一定以上の成績を残してきた団に対する期待は大きかった。しかし2011年は開幕からゼフ不調で期待を大きく裏切る成績に終わる。出場二十二試合で本類打は前年の半数以下の十一。 本アンダはわずか66本、複数アンダ試合数もわずか12試合で、左投手からはたった6アンダしか打てなかった。三振は、リーグワースト3位の177個で、アンダ数より100以上も多かった。規定打席には到達しなかったが、490、打席以上たった選手としては、メジャーリーグ史上シーズン最低打率に終わってしまい、打率3桁より、 三振数の方が数字が大きいのは史上二人目の記録だった。前年までの通算長打率521だったがこのシーズンは長打率277と大きく落ち込んでしまうなどまさに悪夢のようなシーズンだった。本人曰くオフになればみんな自分のことを忘れてくれるかと思っていたが街でどこに行っても今シーズンは一体どうしたんだと尋ねられたとのこと。 そのため、街に出ることができず、オフは辛かったと本人は語り、米国スポーツサイト CBS スポーツのアリーグのラストバリュアブルプレイヤーにノミネートされ、スポーツサイトブレッチャーレポートでは、シカゴホワイトソックスで最も役に立たない5人のプレイヤーの1位にも選ばれてしまっている。また、2011年の三振試合数は99試合、マルチ三振試合数は53試合である。 一試合三個以上の三振を記録した試合は22試合もあり、これは歴代ワースト4位の記録であった。そのため全496打席のうち打球がインプレーになった打席240よりならなかった打席256の方が多かった。ESPN では最優秀鎮静席選手に選ばれている。二千十二年は開幕から本類がを量産して、 復活を大きく印象付けた。2008年以来の40本塁打以上となるリーグ5位の41本塁打を記録。また、史上50人目となる通算400本塁打を記録し、通算1000打点も記録する。しかし、打率は否定打席到達した中では、自己最低かつリーグワースト2位の204だったほか、三振で頭を悩ましているとは言いたくないと、 本人が語るほど三振絡みの記録がまとわりつくシーズンとなった。ホワイトソックス時代のダ段リーグトップの105個の死球を選ぶもマークレイノルズが持つワースト記録にあと一つと迫るメジャーリーグ歴代ワースト2位、左打者とアメリカンリーグの歴代最多、史上3人目、自身初の200三振となる222三振を記録してしまった。 最終戦は監督の温情などで欠場し、新記録達成は免れたが、151試合の出場で自己アーストの三振数であり、193振以上4回は、マークレイノルズと並ぶ最多大記録となった。開幕戦での1三振で11年連続開幕戦三振のメジャーリーグ大記録を記録。その後も三振を積み重ね、 4月は出場した試合21試合すべてで三振。最終的に開幕から5月9日まで32試合連続三振を記録し、従来の開幕からの連続三振のメジャー記録だったハウィーゴスの14試合連続を大きく塗り替えてしまい、前年の9月24日から通算すると実に36試合連続三振となった。メジャー記録のビル・ストーマンの37試合には、 及ばないものの野手では、ジャロット・サルタラ・マッキアの28試合連続を更新するワースト記録になってしまった。5月11日の試合では2打数に安打に2支で、三振せず連続記録をストップさせたが翌日から7試合連続三振している。また、この年の出場151試合のうち134試合で三振を記録し、 マーク・レイノルズが2009年に記録した128試合の三振試合数を大きく更新した。また、歴代ワースト2位の65試合でマルチ三振を記録し、1試合3個以上の三振を記録した試合は20試合もあり、こちらは歴代ワースト6位だった。また、史上最速のわずか12年での史上6人目の通算2000三振を記録した。 シーズン40本塁打以上を達成した選手では、歴代最低の打率、安打数、長打率、オプスであった。110本の安打を記録したが、そのうち41本が本塁打、19本が二塁打と、安打の過半数が長打であり、シーズン30本目の単打を放つ前に30、本塁打に到達。安打数が、三振数の半分以下を2シーズン連続で、 記録するという史上初の記録を出すなど、三進化本塁打の大型旋風機ぶりが目立ったシーズンとなった。安打が少なすぎたため、リーグトップの支給数を記録しながらも、出塁率は、333とこちらも、打率とともに規定打席到達した中では、自己最低だった。649打席のうち、実に328打席で打球がインプレーになっていない。 一死休。前年と合わせた2年間での打率合計は954、打数で176安打。1845と、史上稀に見る記録となり2年間で1000打席を超える。選手の中では最も打率が低かった1902年から1903年の、ジョン・ゴックナーが記録した897打数166安打。1851を109年ぶりに超える。 歴代ワースト記録となった。結局、2012年シーズンは三振絡みの記録が7つ誕生するなど、ワースト記録を大量に更新したシーズンだった。また、この年はホットゾーンでど真ん中のみ、313と高打率であった。ESPN では最優秀鎮静席選手に2年連続で選ばれている。今季の復活について、 自然体でいることを心がけている。普通さ。自分にできることをやるだけ。自分にできないことはせず楽しむことを考えているよと答え、この復活劇をどう説明しますかという質問には、野球はそんなもんさ。難しい科学とは違うんだ。オフはリラックスして休んで仕事に戻るだけさと答えた。また、3年ぶりの盗塁を2個も決めている理由をインタビューで聞かれ、 スター選手が並んでいるからかな。若い頃はよく走っていたんだ。その名残かなと語っている2013年は、開幕から不審でこの年、引退説を地元紙などで報じられ、団本人が引退を考えているというようなことを報じられている。しかし、団本人は、バカなことを言うなお前ら。俺はまだやるぞお前らと引退説を否定し、来期もプレーすると宣言している。 シーズン当初はなかなか2割台に打率が乗らず、6月頃からようやく調子を取り戻し始めたものの、一度も月間打率281を超えた月がなかった。シーズン通算ではリーグワーストの219に終わったものの、本塁打はリーグ4位となる34を記録した。この年、開幕戦で2三振を記録し、12年連続開幕戦三振の MLB 新記録。そして、通算三振数が、アレックス・ロドリゲスを抜いて、歴代単独4位に浮上した。現役通算最多三振数だったジムトーミが引退したため、通算三振数が、現役選手最多となる。5月22日のアールソックス戦から5月30日のカブス戦にかけては、7試合連続マルチ三振の、メジャー歴代2位体の記録を作った。 さらに大記録で並んでいた通算月間打率1割大回数を4月、5月の低打率のため歴代最多を13回に更新した。故障と不審で149試合の出場ながらシーズン通算でリーグワースト3位となる189三振を記録。5度目のシーズン183振以上はライアンハワード、マークレイノルズを上回り史上初の記録となった。 新記録となる5度目の193新のかかった最終戦は監督の温情などで欠場している。また、この年もホットゾーンでど真ん中のみ、355とコーダリーツであった。2014年は映画ダラスバイヤーズクラブにバーテンダー役で出演したため、スプリングトレーニング中に2日間チームを離れ、ロサンゼルスで行われたアカデミー賞の授賞式に出席した。 この映画の制作会社を立ち上げた元マイナーリーガーのジョー・ニューカムと親友で会社に出資もしていることからダンの映画デビューが実現した。ダンがスプリングトレーニングに戻ってきた時にはアカデミー賞の受賞式さながらにホワイトソックスのクラブハウスの入り口からダンのロッカーの前までレッドカーペットが敷いてあった。ホワイトソックスの誰かによるジョークだった。開幕戦で1三振を記録し、 自身の持つ開幕戦での三振記録を13年連続に更新。4月3日から4月4日にかけて2試合連続で本塁打を記録。この間、開幕から記録した安打はすべて本塁打だった。5月23日のヤンキース戦で歴代10位体となる通算10本目のサヨナラ本塁打を打った。6月28日の試合では2三振を記録し、通算三振数が サミー捜査を抜いて、歴代3位に浮上した。8月5日のテキサスレンジャーズ戦では15点と、大差をつけられたため、9回表から投手として、メジャー初登板を果たした。最速83マイルを記録し、1回を2安打1、失点1死球だった。2014年8月31日に、オークランドアスレチックスへ、マイナーのローラン・サンバーンとのトレードで移籍した。 ダンは、ホワイトソックスの記者に対し、ポストシーズンに進むだけでなく、チャンピオンリングを獲得するチャンスがあるチームに行く。こんなチャンスはそうあるものじゃない。この機会を与えてくれた人々に感謝すると述べている。また、今シーズン限りでの引退も示唆した。背番号は10に決まり、遺跡後初出場のマリナーズ戦では3打数に安んだ、1本類だと活躍した。 移籍後25試合の出場で打率、212、日本塁打、10打点の成績を残した。チームは最終戦でワイルドカードを獲得し、14年目、レギュラーシーズン2001試合目の出場にしてダンは、初のポストシーズン出場計を獲得したが、ワイルドカードゲームでは、カンザスシティロイヤルズに8対9で敗れ、ワイルドカード敗退に終わった。この試合で、 弾の出場はなかった。ゲーム終了後、正式に本シーズン限りでの引退を表明した。空振り三振する弾長打力が高く、2004年から2008年まで5年連続で40本塁打を放っていた。2006年2008年を除く3年間は40本塁打、100得点100打点、100死球という成績を残している。開幕戦に強く、 開幕戦の本塁打数で MLB 記録を保持する。上記のように本塁打に関する記録が多い一方で三振が非常に多い。本格的にメジャーに定着した2002年からの12年間の平均三振は約178.8個。新人の年以外全てで3桁三振を記録し、新人の年も含め全ての年で出場試合数を上回る三振数を記録。 2004年から2014年まで150三振以上を記録し続けている。2004年には当時のメジャー最多記録となる195個の三振を記録している。2010年は199個、2012年は故障で試合に出られない期間がありながら151試合の出場で222個の三振を記録した。これはメジャー歴代2位。 左打者とアリーグの歴代最多の記録である。また、通算2379三振は歴代3位であり、2000三振に歴代最速スピードの12年で到達している。2012年のシーズン前には今季の三振数の予想を立てられるなどしている。本人も三振の多さに関しては気にしていると思われるところがあり、特に2012年は、 三振に関する記録がかかった最終試合を欠場している。一見すると確実性が低いが闇雲に振り回すのではなく、100死球を8度リーグ最多死球を2度記録するなど優れた選球眼を持ち合わせる。死球の多さから打率が250を切っても出塁率は360以上の水準を維持している。そのため時に1、 二番打者として起用されることもある。体が強く、メジャーデビュー以降大きな怪我がなく、毎年安定して、試合に出場を続けている。欠場もほとんどが、不審などで、スターティングメンバーを外れた場合や休養などによるものである。メジャー二年目には19盗塁を記録した。守備に関しては、若手時代は失策は多かったものの、比較的守備範囲も広く良かったのだが、 2004年以降は、内外やともに守備範囲は著しく狭い上に、エラーも非常に多い。肩の強さは2002年にリーグ4位の8個の補い札、2004年にはリーグ2位の10個の補い札を記録するなど良かったが、それ以降は平均的な数値になっている。メジャー定着後毎年あらゆる数値で非常に悪く、2012年終了時点で一類一種として、 通算434試合で、守備防御点マイナス49、左翼手として1016試合で同、同マイナス84、右翼手として107試合で同、同マイナス15である。特に2007年の左翼手としての守備防御点マイナス26は、守備防御点が記録されるようになった2003年以降で、左翼手として、歴代ワーストである。また、2009年は、 一類種として67試合で、守備防御点 -23 を記録し一類種として、同年ワースト1位、左翼種として62試合で、守備防御点 -12 を記録し左翼種として同年、ワースト3位、右翼種として22試合で、守備防御点 -8 を記録し右翼種として同年、ワースト5位であった。二千二年は八個、二千三年は九個、二千六年は十二個、 2008年は7個で、リーグ最悪種最多失策を記録し、最悪種として、通算で当時現役最多の60失策を記録。外野合計でも2003年は10個、2006年は12個で、最多失策を記録している。そのため、指名打者制が採用されている、アメリカンリーグのホワイトソックスに移籍した後は、主に指名打者での出場となっている。 2012年は一塁に52試合、レフトに5試合、守備についたのみであった。2013年は、チームの事情などで一塁手を守り71試合で発行失策を、記録し最多失策になっている。ケンタッキー州に住む女性レイチェル・ブラウンと結婚、ブレディという名の息子がいる。2013年に、映画、ダラス・バイヤーズ・クラブの出資者としての縁から、同映画のバーテンダーとして出演。 引退後は釣りや草野球などを楽しみながら悠々自適な生活を送っている。ありがとうございます。